購入当初から別に未発根ではなかったので、まあ当然ね発根してると思うんですけど、まあ、それがどういう状況かっていうことでね、見ていっていただければと思います。うわこっちの方がいいかな、あギチギチだな多分これな、うわ全然、詰まっちゃってるねやっぱり、あまりね、こう株に負担をかけないようにしたいんですけど、振動ローラー式で本当はあまり良くないんでしょうけど、もう抜けないんで、いやがっちりだ、ほじくれないんで、もう上を揺すってやっと出てきたかな、これでもうちょっと振動させて、うわうわこんな感じでした。あちょっとね根っこをやっぱりちぎっちゃいましたね、申し訳ないことをしちゃいました。本当はねこれね、あの NG を食らっちゃうと思うんですよ、こういうねちっちゃい根っこが切れちゃいましたね。本当は良くないですけど、まあ自分の作った鉢で内側にねこれね、何もねこう湿布っていうか塗ってなかったんで、当然ね、なんか土みたいな感じなんで、ここにね、食いついちゃうんで、まあ、しょうがないかなと思うんですけど、じゃあ、はい、そんな脳書きはいいとしまして、肝心なですね、肝心要のですよ、ごめんなさいね。こちらの根っこの状態、ちょっと見ていきたいと思います。あんまりね、ほじくらないんで、そのままやっちゃいたいと思うんですけど、この黄色い部分が多分新しくね、生えてきた部分かなと思います。で、この太いのは前からあったと。だいぶねやっぱりこう根っこがプラスアルファで入って、この黄色って普通なんですかね、なんか白とかそういうイメージあったんですけど、まあ黄色なんか大丈夫なの状態がっていう感じですね。黄色い根っこみたいな感じで、はいこんな感じですね。まあ狭かったんでね、ちょっと酸素がいってないのかなとか、そんな風なね心配にもなりましたけど、まあウリ科の植物は結構強いって聞いてるんで、ちょっと匂い嗅ぎますね。匂い嗅ぎます。うん、キュウリみたいな匂いしますね。やっぱりね、ウリ科の植物なんで、すごいキュウリの匂いがしました。ちょっともう一回嗅ぎますね。キュウリっていうよりかは、まあ、キュウリに近いんだけど、やっぱウリの匂い。だから、なんだろうな。なんかそういうウリの感じですね。ほんと普通にウリの匂いがしました。これをね、ちょっと、ほぐす、まあいいや、ほぐさないでね、もう入れちゃいます。せっかくねこうちんまりしてるんで、よいしょね、はいこれにね、鹿沼石だけにします。自分はもういろいろねなんか混ぜるとかってよく言いますけども、もう正直ね鹿沼石だけで全然いいと思います。鹿沼石のこれは中流ですね。大粒とかは別に下に入れずにもうそのままいっちゃいます。下の穴から抜けませんかっていうね質問来るんですけども、ここでスタックするんで噛み合うんで別に抜けないですよね。よっぽどの細流でやらない限り中流ぐらいだったら抜けないと思います。であとはその大粒のものを下に敷いたりするパターンもあるんですけど、まあその植物の根の入る性質によりよりけりって感じですね。どれぐらいの大きさによるのかなってことで、自分はもうその時のね雰囲気でやってます。でねこれをね、はいこうやってね植えちゃいますよ。こっちも意外にそんなに大きさ変わらないの。これちょっとは変わったけど、なんかね大きく育てたいならば多分これもうちょっとでかい鉢でやった方がこいつ自身はでっかくなるんでしょうけど、まあ別にでっかくしたいわけじゃないんで、まあこれでいいかなと。それにしてもねちょっとね少しこう上に飛び出しすぎなんで、どうしようかな。これちょっと抜きますね。ちょっと飛び出しすぎだな。これいくらなんでも全体のバランスがねこんなに飛び出しちゃうおっとっとってなっちゃうんで、ちょっとね、少しこう戻します。ちょっと戻してこれぐらい、これもうちょっとだな。
にしとこう。で、こう入れて、はい、ちょっとね、幹が多少こうつくぐらいにしていきたいと思います。鉢とのね、合わせなんで、こうなってくると。で、あんまりでかくしたくない人もいると思うんですよね、正直。もう鉢がこれ以上大きくなっちゃうとっていうこともあるんで、それは人それぞれ。ちょっとここからね、地味な作業続くんで飛ばしますね。